開催国枠とは世界選手権、近代オリンピックの多くの種目で大会が行われる国、地域に対して大陸予選および世界予選を免除してそのまま本戦に出場する権利が与えられる制度のことを言う。近代オリンピックの例としてはオリンピック憲章に基づいてオリンピックで行われる種目の競技統括の国際団体と 開催国のオリンピック委員会などと協議して3年、前から開催国枠の扱いについて協議する。ほとんどの種目においては、チーム競技のほぼ全種目と、個人種目でも指定された大会での出場枠確保に、失敗しても一定数の開催枠を確保する例がある。フィールドホッケーのリオデジャネイロオリンピックブラジル、女子代表についても、 開催国枠での五輪出場が2016年3月の段階では認められていない。これは国際ホッケー連盟の取り決めでフィールドホッケー世界ランキングの2014年度最終順位40位以内を満たすことを求めていたがその順位に充足していなかったためホスト国でありながら特例が認められない限りはリオ五輪進出が消滅となっている。バスケットボールについても2020年 東京オリンピックの日本チームの開催国枠返上の可能性が示唆された。当時、男子バスケットボール一部リーグが NBL と BJ リーグの2リーグ分裂状態であり、それを統合することを国際バスケットボール連盟から求められ、統合が遅れた場合資格停止処分を課し、開催国枠としてのシード出場についても認めないことを検討されていた。結局統合が、 フィバが求める所定の期間までに実現せず、制裁が発行されたが、この後男子バスケットボール一部リーグは、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグへの統合交渉が進んだとして2015年8月をもって制裁解除されたが、開催国枠付与については、日本が世界大会出場実績が浅いことなどを理由に、凍結の状態が続いていた。そのため、 男子の2019年フィババスケットボールワールドカップ中国大会出場を一つの条件として開催国枠付与について検討するとしたが2019年3月のアジア地区最終予選においてその大会出場権が確定したことを受け同月に開催国枠付与が決定したレスリングについてもオリンピックにおいて名目上開催国枠は存在せず前年世界選手権及び 大陸予選後に途上国向けに追加でも受けられる特別枠にて前日の予選で1階級も獲得できなかった場合に限りその特別枠で開催国から選出される余地を残すことになる五輪出場と開催国枠、リオ五輪の出場国が決定。しないバスケ、東京五輪開催国枠消滅も国際資格停止処分の正式解除が決定バスケ、日本男女に 五輪開催国枠。男子44年ぶり出場。東京五輪レスリングの開催国出場枠減少で、困惑。ザページ、https、cpage.jp、リテール、2017万618から00004、ワードリーフス2017年7月3日閲覧。ありがとうございます。